また監視を増やしたのか。警備セクションがね、不穏分子の活動報告もバカにできないと。この秩序に何の不満がある。永遠の秩序、それは幻想だ。この閉じた社会ですらゆっくりと崩壊しつつある。この事実から目を背けてはならない。我々ヒストリー機関は過去の歴史を探求する使徒だ。なぜ世界は滅び、人類はこのシェルターにこもらねばならなかったのか。その歴史すら失われた今、記録の発掘と研究は我々を救う最後の希望となる。始めよう、第255回歴史会議を。まずは良い知らせを。新たに複数の記録映像が見つかった。次に悪い知らせだが、その本質は何も変わらない。人類の歴史、それは戦争の歴史だ。時代を選ばず、地域を選ばず、国境の内外を問わず、実に多くの記録がそれを裏付けている。戦場に投入される兵器も高性能、複雑化の一途をたどったのは間違いない。そして20世紀末、ついに人類は悪魔の領域に踏み込んだ。秘密。問題はこの次。紛れもなく人類が生み出した兵器。しかしまさか。証拠も見つかった。設計図だ。ここを見てくれ。第二次大戦から投入する。よろしく。人類は自らの手で世界を滅ぼしたんだ。この名前のリストは、バカバカしい。人類同士の戦争でなぜ世界が滅ぶ。どういうことだ。これら過剰な兵器の目的が別にあったとしたら。説明したまえ。適正宇宙人だよ。記録によれば、人類は大宇宙からの攻撃を受けている。それも何度も。知能の高いもの、低いもの、凶暴なもの、その種は膨大だ。人類は互いに争うことをやめ、一致団結して抗戦したらしい。そしてその全てに勝利した。どんなに不利な戦況であっても、この通り必ず存在する致命的な弱点を見つけ出し、叩くことによって。学習能力という概念はなかったようだな。全然混乱でいるわ。違う、お前家に帰りたいだけだ。ゴーホーム。そうか、そういうことか。この侵略戦争において広域にわたり細菌兵器が使用された。そうか。落ち着いて説明したまえ。失礼。私は以前から疫病の蔓延が世界滅亡のトリガーではないかと考えていました。もとより人類は何度もパンデミックを経験しています。ペスト、エイズ、エボラ。だが世界規模のパンデミックは確認されなかった。新たな病状を記録したライブラリが発掘されたんです。奇妙なことに固有の病名は存在しません。ただ Z という記号が頻繁に。最後の一文字、それにふさわしい様子があまりに克明に記録されていました。理性をなくし共食いを始めるのが共通の症状です。時代が進むごとにその見た目はおぞましく変貌。ノロノロとした動きが素早く、行動も大規模になっていきます。決定的なのは解決された事実が存在しないこと。投げっぱなしなんです、あらゆる結末が。俺たちは生き続けるんだ、あいつらの分まで。未だ事態が収束していない、それを意味するのではないでしょうか。今全ての記録がつながった。世界滅亡の原因は好戦的な人類によって追い詰められた適正宇宙人が使用した細菌兵器 Z。 状況を報告しろ。
を名乗るクローン分子の集団がシステム管理室を占拠。現在警備と交戦中。全ての人類に告げる。俺たちは騙されている。世界は滅んでなんかいない。